こんにちは、サンキュースポーツの萩です。今日は打球感覚の良くなる練習をします。では、じゃあ行きます。最初に球を突きます。球を高く上げたボールにラケットを持っていき、キャッチするイメージでボールを捉えます。その時に、キャッチすると同時に膝をクッションのように使います。最初は難しいですが、キャッチする時にバウンドをできるだけゼロにしましょう。